じゃあ始めましょうか。いつもどうもありがとうございます。特に私のからはないんですけど、何かありましたらお答えしたいと思います。京都新聞の高橋です。はい。集団的自衛権に関しまして、自民党内で議論が本格化しております。改めて恐縮なんですけれども、それについての受け止めと今後の野党の連携見通しはどのようにお感じになられているかをお聞かせください。自民党の議論で言いますと、悠長なこと言っておられるとかいう話をしているようですけれども、これは極めて危険だと私どもは思っています。で、改めて集団的自衛権とは何ぞやということについて、国民的にもね、私どもはしっかり訴えていきたいと思っています。で、それはすでに国会で私どもの井上議員その他が、また小池さんがやったように、日本が攻められてるとかいうことを例にしたわけじゃないということがもともとの出発点なんですね。そのことははっきりしたと。したがって自衛というけれども、海外で、簡単に言うとアメリカが起こした戦争についていくということの防衛だということがお分かりかと思うんです。で、しかもその例の中で過去に集団的自衛権が行使された例はといった場合、十数件とかいろいろ報告ありますけど、主な例はアメリカのベトナムにおける戦争、それから旧ソ連のアフガンにおける戦争とありますように、どっかのメディアも確か書いてましたけど、その超大国の武力介入、これの口実とされるということが書いていました。ですからそういう本質だと思います。で、したがってその行き着く先は何かということが3つ目に問題になると。で、それは結局のところ憲法9条を亡き者にしようとする、つまり戦争する国へと導いていくということが大きな肝心な問題だと思うんですね。ですから今お話しあったように改めてということなんですけども、その私どもとしては集団的自衛権の容認と行使容認ということは断じて許してはならんと思っています。で、それとの関係で、共同の話も出ましたけれども、この問題の大きな点はね、多くの方々が今安倍政権が行おうとしているこのやり方に対して危惧を抱いていると、怖いと、不安を抱いているということが大きな特徴だと思うんですね。で、それは憲法96条の改定でまずハードルを下げるって言ってみたことなんかをはじめとしてね、結局のところその憲法の持っているそういういわば立憲主義といいますか、そういうものを否定するということとの関係があってですね、大きな危惧を抱いているということだと思うんです。で、それを我々としてはしっかり踏まえてね、共同の戦い、幅広い運動に持っていきたいと。で、その一つの大きな流れが、昨日か一昨日にある新聞で世論調査が出ましたけれども、その憲法改正を大きなこう考え方とする新聞で中でも、その憲法改正が反対というのが多数になっているということに例に示されるように、国民的世論をしっかり起こして頑張っていきたいと。国会内での連携というのは現状ではどういうのなんでしょうか。国会の中での連携っていう、まずこれは各党に聞いてみたらいいことなんですけどね、正確にその集団的自衛権の行使を容認するということを、党として決定しているというところはまだ少ないはずですよ。で、昨日も私もいろんな議論をこう隣席とかね、いろいろやってたんですけど、例えば他党のことだからあんまりねあれこれと言うつもりはないですけど、維新の会とかその他だってその決めたわけじゃないと言ってるし、それからみんなの党だって、当初は前のめりの発言あるけれどもって、こういうふうにみんな言ってますよね。で、それをいちいち挙げるつもりはありませんけど、ですから私どもとしては集団的自衛権というものの本質という問題と、
集団的自衛権の行使というね、憲法解釈を変えることによってやろうとする動きと、この2つの点でね、多くの世論と、まあ、政党も含めて、可能な共同は追求していくと、それが私どもの責任であると思っています。ありがとうございます。はい、選挙制度改革はですね、幹事長レベルというような話もありますけど、なんかその後の進展といいますか、動きというか、選挙制度、衆議院選挙制度に関する問題というのは、この間、実務者会議が行われましたよね、それは報告した通りで、確か29回目になりますかね、あれで。でその中でまた折り合わずといいますか、第三者機関への、この丸投げといいますか、そういったことについては反対だといった意見が共産党と社民党から出され、でなおかつ前回のいきさつでいうと、新党改革も若干難色を示すということの中で再び開かれたわけですよね。でそこで拉致が開かないということで、自民党、公明党、それから5つの野党がですね、まあここまで来たんだらもう話は尽きたから、幹事長、局長会談に上げようかと、でそこで協議をしてもらおうということになっています。でそれが4日でしたか、本山後に開かれるということになっています。でそれが昨日の段階で、来ました。で私どもとしては何度も言うですけどね、この第三者機関ということに丸投げするのがええのかということが一つのポイントだと。でそれは何度も言うんですけどね、国会としての責任の放棄だということが一つあります。でこれは国会としては合意を形成しようという努力をしてきた経過があるわけですね、選挙制度問題について。それでそういう合意の作ろうとする努力で、それを踏みにじるものだということを言っているということと、もう一つ一番のこの問題についての彼らのそういう推進派の弱点はね、みんなで確認したことを一つも履行してないということなんですよ。で私はこの間提起しましたように、この昨年の6月25日に今の現行の選挙制度の功罪について広く評価検証しようということを決めたわけでね、それ昨年の6月25日以来一回もやってずに、とにかく第三者機関に上げようかないかと、投げようじゃないかっていう議論があるんでね。でしかもその間に一部の党が集まってこの水面下でごちゃごちゃやってるという3つの点からね、私どもはけしからん話だと思っています。でしかも、まあ、あえて言わせていただければ、議長にこう預けるっていう中身についてもね、誰がその第三者機関を選ぶのかという問題もありますし、その公平性をどう確保するのかという問題もあります。でそういう問題を指摘したときに非常に重要だなと思ったのは、細田座長、自民党の責任者がですね、この問題について確かに意見を尊重するということについては書いてはいたけれども、書いてはいるが、やはりそれはもし法案となってきた場合について拘束されるわけではないと、それは各党がそれぞれの内容に基づいて判断するわけであってということを言っていたのは、私は突起すべき話だと考えています。確認ですが、4日には出られるんですか？4日には出られる。もちろん私ではありませんけど、ただ幹事長、局長会談なのでね、それでまあ実務者は同席しないということになってるんですよね。でもそれも変な話なんでね、私のこととしては今公明党に申し述べ、次終わったら自民党にいますけど、やはりそれはもちろんね、同席して意見全部最初から花から最後までね
言わせろと、こういう趣旨ではないんですけども、やはり一連の経過がある話ですからね、陪席させるのが筋じゃないかということを今公明党には言いましたし、これ終わってから自民党に言おうと思っています。すみません、はい、朝日新聞の松村と申しますが、はい、先ほど集団的自衛権を可能な限り確保を強行推進というお話があったんですけれども、またちょっとそれと別の話なんですが、国民投票法では7党が共同改正案の共同提案ということで、それぞれ憲法に関する立ち位置は微妙に違っていると思うんですけれども、あの点に関しては合意文書を結んで7党共同提案ということなんですけれども、こういった各党の連携の仕方のこの動きについてはどのようにお考えですか？これもね、変な話でね、で私どもとしては、じゃあ各党の公然とした話し合いを、憲法審査会幹事懇というところでやっていたものを水面下で話し合いをしようということで修正協議が行われると。でその案内文がね出されて、で我々もそれは行くよと、しかしそういう方は間違ってるよってことを言いましたけども、そういう意味で言うと、このなんていうんですか、一部の党が集まってね、憲法をどうかしようかっていう人たちだけがちょこちょこっと集まってやるっていうやり方は反対だと私どもいうことと、私どもとしてはその問題についてそれぞれの党の考え方を列記したやつを作りましょうねということになったわけですから、そこのところに私どもとしてはこの法律それ自身を廃止しようという提案を改めてしたということです。でこの問題はしかも3年前までに結論を出すと言っていたものが結局出なかったわけですから、そういうことについてはそれこそ廃止すべきだというところに正論があるんじゃないかと私ども主張しているところです。今後その護憲のその政党を除いた形で その憲法改正に向けたなんか動きっていうのも進んでいきそうな形もあるんですけれども、こういったやり方については反対していくという。もちろん。ただね、一番大事な問題はね、この問題のね根本にあるのはね、国民不在だということなんですよ、彼らのやり方っていうのは。で広く国民の中でね、憲法問題本当に議論するのは議論すればいいわけでね、そういうことの中で少なくとも今問題になっている集団的自衛権だとか武器輸出三原則だとか様々な問題が出てきてますよね。そういう中で世論が大きく変化しているということをね、しっかり見なくちゃなりませんよね。で私どもとしては今安倍政権が解釈改憲という形で足を踏み出したり、さて果ては条文上の問題も含め憲法のねそれ自身を明文改憲すると、いずれにしても壊していこうとする動きなわけですけど、それに対する大きな反対の取り組みがねかつてなく広がっているし、そのことが世論に大きく反映しているということを見てですね、私どもとしては戦っていくということを主張しております。じゃあこのところでよろしいですか。どうも。